ナンバーワンの狙いはもちろん俺、ハンギョドン大好きだから、ハンギョドン、なんだよ、隣さ、これ、あとね、こっち側も、隣。え、これシークレットあんのかな？バッとバツ丸も欲しいよな。スペシャルカードは豪華箱推しだって。え、めっちゃ、ただ何がスペ、あれかな、ハンギョドンのスペシャル。あとケロッピもいるね。ケロケロケロッピ。すごい、でも、ここ気になるよ、両サイド。シルエットじゃちょっとわかんねえんだっけ。なんかでも、ドラムっぽいのがあるから。やばいな、これシルエットでわかんないってことはさ、多分特徴的なさ、フォルムしてるから、俺このキャラ知らないと思うわ、多分どっちも。サンリオたまに知らないのあるんだよね。前あの、キャラの公式サイトのキャラ見てたらさ、知らないの結構あったから。たまに出てくる。あ、これ誰、見たこともないやつら。だからそれかな、シークレット。まあ、とりあえず開けてさ、見てみようか、サンリオ。おぉ、めっちゃ嬉しいわ。サンリオのウエアスカード入りのね、もちろんね、ついに発売され、パッケージはこの2種類だね。この最初のこの2種がありまして、ハンギョドンだ、すげえかわいい。全部で24種だからさ、ワンボックスじゃコンプできないんだけど、とりあえずハンギョドン、自分の好きな、裏に書いてるかな、あ、書いてるね、ラインナップね。あと、ここ両サイド。これダブルシークレットだと思うのだが、なんだこう、みんなシルエットでわかる、まあ、知ってる人は多分、一撃で、あ、あれでみたいな、わかる。でも、シークレットになるぐらいだから、新キャラとかじゃねえかな、もしかして。ちょ、わからんけど、ちょ、裏見てみて。だなぁ。シラボロール。ポメポメプリ。ポチャッコー。マイメロー。クロミ。ハローキティ。で、リトルツイスターズ。タキシードさんもね、あの、ハッピーランブリーがさ、あ、コギミュン。コギミュンいた？コギミュン。あ、いるわ、コギミュン。で、もって10番のウィッシュミーメル、ハンギョドンでしょ、11、1を狙い。で、バットバツバルも狙い。で、ケロッピも狙い。で、グレタマに、ペックル。今回さ、ハピダンブイのメンツがさ、全部いるのマジで嬉しくない？ハピダンブイ祭りだよね。これは、かなり、全部出てる、全部揃えたら並べてハピダンブイ作れるもんな。で、次がマイスイートピアノに、キリミちゃんに、コロコロクリリンに、マルモフビオリに、シナモロール、ポンプリン、ポチャッコ、ここがスペシャルかな。で、シークレット AB なんだよね。スペシャルカードこれだろ、多分。色変わってるとこ、シナモロールとポンポンプリンとポチャッコだ。あー、ハンギョドンなかったか。でも、シークレットもダブルで、いや、でも、ね、何かわかんないからな。まあ、とりあえず、全部ね、ワンボックス開けて、一番の狙いのハンギョドンが出れば勝ちと。まあ、出るっしょ。ハンギョドン出ないって、いや、可愛いな。このイラストがすごい可愛いよね。サンリオキャラクター大賞に投票できる合言葉付きだった。あ、何それ？合言葉とかあんの？今年こそハンギョドンね、1位にしたいよね。ハンギョドンナンバーワン。ハンギョドンナンバーワンにしたいな。ナンバー1番。おぉ！キティちゃんだ！一発目キティちゃん。カードなんかメトリックになってるね。メタリックカードだわ、これ。ハローキティ。後ろにプロフィールが入ってるね。身長は、リンゴ5個分。体重リンゴ3個分。っていうか、なんかすごい、え、待って、イチゴじゃねえのこれ。あ、イチゴだわ。え、初じゃない、こういうの、イチゴの味とか。お、ほら、わかるかな、イチゴ、すごい、なんかイチゴの匂いしたんだよね。イチゴの匂い、お、すげえイチゴの匂いして。ちょっと食べてみるか。あー、イチゴミルクだ。イチゴミルクで、パックで売ってるでしょ、イチゴミルクって。あれの、あれと全く同じ味する。うめえ。めっちゃうまい、イチゴミルクウェアスだ。え、初じゃねえこれ、イチゴミルクウェアスって。え、めちゃくちゃうめえ。牛乳飲みたいな、牛乳。あ、待って、色的に、あー、ビビったー。色的にハンケドンかと思ったわ。めちゃめちゃびっくりしたわ。か、この、いやー、かわいいね、このおへそのバッティングがすごい、チャームポイントだよね。すげえかわいい。いや、なんかいい感じで来てる気がする。もうハンギョドン出るんじゃないかな。とりあえずハンギョドン出る、俺。お、色的に、色的に、また外したわ。色かけねえな。くそー。色的になんかハンギョドンっぽかったんだけど、シナモロールと、3枚目はシナモロール。4枚目あたりで来るかな。4枚目あたりで。初のハピダンブリのメンツは誰が来るか。ささっ、お、ケロッピだ。めちゃくちゃ可愛いじゃん。初のハッピーダンブリーだね。今回メンバー。ハッピーダンブリー、ケロケロケロッピー。ゲット降臨で。
これはちょっと読みたいな。冒険好きで元気いっぱいドーナツ池の人気者、2021年のサンリオキャラクター大賞では第15位になりました。ケロッピもさ、あれだよな、10位以内には入れたいよな、ランキング。お、これこそもう、おお、来たぞ、ハンキョモン来ました。よしよし、これもう勝ち。今日のあの会議は大勝利、大勝利。やった、来た、ハンキョモン、めっちゃ神。ハンキョモン来ました、ありがとうございます。中国生まれのハンギョ人、人を笑わせることが、得意と。で、2021年のサンリオキャラクター大賞では第13位になり、惜しいんだよな、あとちょっとだったんだよ、あとちょっとでね、トップ10入れたんだよな、ハンギョの。今回こそは頑張りたいね、ハンギョの、頑張ってくれよ、トップ10に。まあ、1は無理にしてもさ、まあ、ベスト5入ったらめちゃくちゃ嬉しいよね。ハンギョのファンからすると、ベスト5入ったらすごい嬉しいの。これは、キラだわ。ポチャッコの箱押しだわ。ハピダンベだからね。ハピダンベのキラだからすごい嬉しいわ、メンバーだから。やった、ポチャッコ。すげえ。箱押し超綺麗じゃん。ポンポンプリンもいるな。これあれだな、あのパッケージのイラストじゃないこれ、ほら。パッケージの、あ、違った。パッケージに似てるけど違った。パッケージのイラストかと思ったけど。かわいいね。ポチャッコシナモロールポンポンプリンのイラストが。これ初の、あれだわ。スペシャルカードゲット降臨で。よしよし、いい感じ、いい感じ。もう右側分でケロッピも出たしね。あと、ハンギョドも出たし。いや、あと、バツマルとかだな。バツマルとか出てくれれば、すごい嬉しいな。よし、マイメロ、ゲット降臨でね。強いね。第4位だからね。強いわ。第4位。やっぱ可愛いからな、でも。可愛いからまあ分かるよね。可愛い。それは来るだろうな、トップ5は。あ、ペックルだ、ペックル。ハッピーダンベイ。ありがとうございます。ペックルイラストいいね。可愛い。ペックル、じゃあ、アヒルのペックル。超可愛いじゃん。前回17位だったからな。ハンギョドンが13位で、ケロッピが15位で、ペックルが17位と。ハッピーダンベイの中でやっぱハンギョドンが。いや、ハンギョドン可愛いものだってな。ハンギョドン最高じゃない、これ。ハンギョの、もう至高のキャラクターだよね。ハンギョ人のキャラクターでこれ以上可愛いキャラいないわ。絶対もう超えるキャラも出ないと思う。もうハンギョのだろ。もう、お、来た！タキシードサメ。これで、あとはバツマルとポチャックだね。バツマルとポチャックが出たらハピダンブイ全員集合だわ。オッケーオッケーオッケー。タキシードサメ、ゲットゴーリンです。ありがとうございます。なんとね、トップ10入ってんだ、こいつ。9位だからね。第9位、すげえなー、タキシードサメ。ずっと昔からいるよね、タキシードサメってね。いや、みんなまあ、ケロップとかもそうだけどさ、ハンギョロとかさ、みんなそうだけどさ、すげえ昔からいるやつがまだトップ10に入れるっていうのすごいよね。すげえわー。あと、ポチャッコとバツマルを出せば OK。頼むぞ、バツマル。お、これ箱しか、あ、ちゃうか。ビビッと、あー、キキララ、キキララ。リトルトゥイスターズ、キキララ。ダーン。リトルツインスターズということで、第7位だからね。まあ、そればっかりね。こいつらは可愛いもんな、キキララな。で、右半分がこれで終了しましたと。他のところはワンボックス内で被ってないからね。左半分で被るのかな、やっぱ200個欲しかったな。200個集まってからさ、開封しようかなとも思ったんだけど、ちょっと待ちきれなくて、今回開封しちゃってるんだけどさ。早く見たかったんだよね、本物ね。でもコンプできないから辛いな、やっぱな。コンプしたいわ。バツマルも出したいし、絶対。バツマル、や、かわいいね。これ、ひまわりの種かな？種集めてる。かわいいね。やっぱハムスターだからね。ひまわりの種がすごく似合っておりまするのと。第20位。よし！いいぞ！バットバツマル来るぞ、これ。いい感じで来てる気がする。バットバツマルよ！出てくるんだ！だなー。おー、クロミちゃんだな。クロミちゃん。クロミちゃんかわいいよね。これ目がすごい好き。目元がクロミちゃん、第5位だからね。すげえわ、クロミちゃん。そして、頼む、バツマル！バット、うわぁ、やべえ、来ねえかもしんねえ。どうする？バツマルが来ないぞ。やばいぞ。バツマルとポチャッコ、ポチャッコキラー以外あったよね。ポチャッコキラー以外、ある、あ、あるある。このポチャッコ出さなきゃ。こっちのあの、キラ、あ、キラって1枚だけなのかな、これ。ワンボックス。あと、プリンとシナモロールがあるんだけど。あの、イラストのメンツだね。そういうことか。あのメンツのキラがあるから、箱押しがあるから。お、来た、ポチャッコ、よっしゃー、ハピダンベイ。ハンバーガー持って、かわいいね。ハンバーガー。ホットドッグ。アイスクリーム。
マスタード、からしとケチャップがあるね。ポチャッコ。かわいいなぁ。俺高校の時ポチャッコの裁縫道具使ってたんだよね。ポチャッコの青いやつ。みんな持ってた？青いやつ。俺なんでポチャッコにしたか、ポチャッコそんな好きでもないんだけど、なんでポチャッコにしたかわかんないんだけどね、ポチャッコにしたんだよね。好奇心旺盛。で、おっちょこちょいでちょっぴりおせっかいと。第3位だからね。ハッピーダンブリーナンバーワンだぞ。第3位。すごいよね、ポチャッコね。まあ、可愛いからな。まあ、ハッピーダンブリーナンバーワンの人気ですよ。第3位ということで。よしよし！ハンギョロの隣に、オッケー！見て、この並び。あとはこれ、バツ丸を加えれば、ハッピーダンブリーが完成するぞ。よしよし、行く行く。行くぞ。ハッピーダンブリー、ゲットゴーリンで、さっ頼むぞ！バットバツ丸よ！お、なんだこれ。すげえ、あ、知らねえキャラだな。これ知らんわ。初めて見た。商売ロックだって。全然、もう本当にサンリオってたまにこういうのいきなり来るよね。公式サイトのさ、キャラクター欄見て、え、誰こいつみたいな、ね、全然知らんわ。商売ロック。初めて見た。あ、っていうか、え、待って待って。商売ロックって。いや、シークレットじゃねえか、これ絶対。商売ロックって名前なかったもん。この物語はトップスターを夢見る少年少女の音楽伝説である。21年のサンリオキャラクター大賞では上位にランクインして、え、何位だったんだろう、上位って。新しいキャラか、サンリオ。あ、23か。そうかそうか、23と24がシークレットだから、シークレット A の方だね、これ。おー、よかった、シークレット来たわ。何か全く分かんないけど。すごいね。てかさ、さっき箱の横に書いてあったシルエットと全然違うくない？あれなんか、シルエットと全然4人組じゃん、これ。なんか楽器みたいの、あ、でもこの楽器が前に来てたんかな。あ、そういうことか。あ、なんか楽器みたいのあったもんな。そういうパティーンだ、そういうパティーン。シークレット来たぞ！やったー！あと1種出したいな、出ないから、あと1種。でもさ、ワンボックスに2枚シークレット入ってることないか。あ、グレタワだ、グレってるな、かわいいな。ベーコンのベタって乗ってる感じがいいよね。グレタワすげえかわいいわ。グレタワ第16位。なかなかのランキングだよね。ベーコンを布団にして寝てるのもいいな。顔がかわいいんだよね、この子ね、グレタワね。すっげえよ、このだらけてる感じのご尊顔ベース。そして、いや、シューケットくる、次、バツバルコネス、あの野郎。やばい。バットバツバルが、バットバツバルコネス、やばい。多分、あー、出なかったか、やばいな。バットバツバル出ないフラグ立ってるから、どうしよう、ポチャッコ出たのに。ポチャッコ出したのにな、さっき。それで波に乗ったと思ったら、一気に出る。バットバツバル頼むって出てよ。バツバル、お前いないと、ハッピーダンブリーが、完成しないじゃないか。やばい、どうしよう。なんとかもうワンボックス、ちょっと待って。バットバツバルじゃない、これ。でもなんか黄金に輝いてるね。あ、ポムポムプリン。ポムプリだ、ポムプリ。こいつ口元がね、いいよね、チャームポイントね。口元とお尻だよね、やっぱね。ポムポムプリン。第2位。やっぱな。ポムプリンは、ランク、こいつを超えることはできないと思うんだ、俺、ハンギョの。いや、2位強いよな。いや、正直、ポムプリンは強いと思う。俺が見ても可愛いと思う。俺の推しはハンギョなんだけど、ハンギョの推しの俺が見ても、ね、こいつは可愛い。ポムプリンはめちゃめちゃ可愛い。俺は、ポムプリ押したいなと思う時もあるけど、やっぱ俺ハンギョ飲んで突き通すと、おー、バツ来たー、やったー。ハッピーダンブリー揃ったぞ、みんな。やったー、寿司だね。バットバツ割れ、俺子供の頃めっちゃ好きだったな、バツ割れ。ほんと超好きだった。あのこすって貼るシールとかめっちゃ持ってたんだよね。筆箱に超貼ってたもん、バットバツ割れ。やったぜ。いたずら好きで天の邪気なペンギンの男の子と14位になったんです、去年のね。あー、素晴らしい。今年はどれほどのね、戦いを見せてくれるか楽しみですわ。ハンギョの手がハッピーダンブ、よし、ハッピーダンブに揃った。で、ラスト、これで、いや、シークレット出ねえから、もう一枚ちょっと気になるわ。もう一枚の方、シークレット頼むぞ。シークレット、シークレット来い。あー、違ったな。まあまあ、しょうがないね。ワンボックス2枚はないから、次回また、あれはシークレット狙って買ってこようかな。ということで、今回の開封結果は、とりあえずハッピーダンブリー揃ってよかったけど、シークレットやっぱ気になるね。あと、キラがさ、特別なスペシャルカード特別仕様のさ、箱押しのキラがワンボックス1枚だとしたら、3箱いるな。
最低でも3箱はいる。まあ、たまたま1枚あのポチャッコしか出なかったのかもしれないけど、これ1枚だったらきついよな。1枚しか出てないもんね。あとシナモンロールとボンボンムプリンだから出てないんだよ。うわ、マジか。ワンボックス1枚だったら、いや確定じゃないかもしれないし、ね、出ないこともあるかもしれないし、シークレットも1枚確定だったらまあ嬉しいんだけど、確定じゃないかもしれない。ちょっとわからんね。ワンボックスしか開けてないから、また次回にゲットできたらあのゲットして、とりあえずハッピーダンブルは揃ったから俺的には勝ちだから、あとはシークレットのもう一周見てコンプを決めて終わろうと思います。ということで、また次回ね、次の回復動画でお会いしましょう。最高のハッピーダンブルだったね。特にやっぱハンギョドンが嬉しいな。見てハンギョドン、ケロッピ、ピックル、タキシードサイムで、ポチャックリ、バッド、バツバル。いやー最高、よかった、ハピダブに揃って。もうここさえ揃えばもう俺勝ちだったからね。ハンギョドンも出てたし、ありがとう、悔いはないね。このままコンプできなかったとしても悔いはない。けどシークレット気になるわ。これ商売ロックとかあったでしょ、見てみるわ。検索してみる、この頃。初見たから、多分初めて見たから、初だからさ、ちょっと調べて見てみるわ。